今回来た、TOTS のライブカードかの選手一人一人見ていきたいと思います。一応まあ条件だけは、4試合中2勝だから、まあ前よりかは楽だか、前も4試合中2勝かで8ゴール4試合で8ゴールが、前は11ゴールやったから、ここはだいぶ緩和されてるって感じですね。で、今週からの試合が対象と。だから最大200プグレかな。はい。で、ブルーノが、高周意識高いのスキルムーブ5、逆足4、キャム CM。ここから2位上がったらやばいっすね。ペース88、95、97、92、守備83。体感88。でもまあ TOTS だから、これぐらいの能力はバンバン出てくるとは思います、正直。で、とうとうやっぱプレスタ3つになっちゃって、高精度、鋭いパス、テクニカル。ここが優秀やんね、やっぱ。まあ容赦なしないのと、スタミナは99だけど、ここは気になるけど、やっぱこの3つやばいっすね。で、的確、ロブタツ、トラッパー。この辺、こんな能力で来るから、市場落ちるかなと思った。まあ一旦、TOTS 開幕した後は全体的に上がってますね。まあ CF もあるからそこがどうなんかなっていうとこあるけど、守備プレスタがないですね。まあ前のがフラッシュバックやったからかな、多分ついてたのは。まあここが現環境でどこまでやれるかっていうとこは確かにあるけど、まあやっぱ高精度持ってるしパス系持ってるから、そうやね、守備値も能力は高くないですからね。ここをどう捉えるかってとこかな。まあ攻撃面で言ったら十分強い、めちゃくちゃ強いかなと思いますけど、まあ使うならシャドウで守備値上げてあげるか、もうエンジンでペースパスドリブルをカンストに向けるかよねって感じだと思います。でモドリッチが、あ、5-5なった、とうとう5-5なっちゃったんよすごい。 CMCDM でフェースが87、シュート88のパス95、ドリブ94の守備86、もうインターセプト96あったらね、なんとかなるからな、これ。フィジカルは低いけど、まあ、ここから多分、正直、レアルに関しては、まあ、クラシコ入ってるけど、2勝と、まあ、多分取ると思う、8点は。で、ワンチャンクラシコもし落とすようなことあったら値段落ちる可能性があるけど、まあまあ、プレスタがめちゃくちゃ優秀で、まあ、容赦なしあったらなって感じやけど、インターセプト予測プラはもう最高ですね。もうこれ2ブラでもいけるし、4321でも全然使える。もうめちゃくちゃ優秀だと思います。高精度持ってて、まあ鋭いパスプラス、ロブタツ、的確。まあ的確も欲しかったけどね。で、テクニカルプラス。まあこれは強いやろね。まあやっぱ最近、中盤のインターセプト持ちと予測プラが本当に強いと思ってて、これ持ってるだけで守備楽になるし、相手に出ても結構鬱陶しいんで、まあ、これでしかも 5-5 なんで、これは強いと思う。はい。超おすすめ選手になるかなって感じですね。まあ、使うなら、まあ、レース差も99だしね、シャドウかな、シャドウか、まあ、シャドウかな。うん、シャドウかアンカーでフィジカルも上げてあげるのも一つありかな。まあ、エンジンじゃなくてもいいかなって感じなんで。うん、はい。スキルムーブやも逆足や。この時期で4-4ってどうなんやろこの時期で4-4ってどうなん。ペース98のシュート86、パス83、ドリブル96、守備76の体感87。プレスターはでもいいんか、結構。大胆なパスで、ここ欲しかったっすけどね。高精度あって。迅速プラスとトリッカー。トリッカー持ってんのがやっぱりちょっといいな、とこですけど。2位上がればだけど、なんかやっぱ4-4は気になるかなって感じですね。まあでもトリッカープラスなんで、ちょっとドリブルの使用感は正直気になるのと、ペースコンだけ高いんで、まあ、マークスマンとかフィニッシャーとか、フィニッシャーはないか、シュートパス、デッドアイか、デッドアイとかマークスマンかなって感じですね。うん、デッドアイかな。ドック。ドックも結構いい値段してますね、今。多分当たり枠、スキルムーブ5の逆足は高い普通。まあ、右もできるのもでかくて、ペース99で、シュート86、パス87の、ドリブル95、体感87。まあ、ここから2位上げとして、まあまあまあ、やっぱ強いかな。
プレスタが正直ちょっと気になったんですけどね。これトリッカーとかこうとか華麗な身のこなしをこうするついた方が良かったけど、絶妙になんか強シュート大胆迅速っていう、まあストレーフ使えるからとかノックオンとかでスピード出せるんで、どこは、まあ、それではいいけど、なんかプレスタプラスがもうちょっと良くても良かったかなっていうのは思いますけど、まあこれもさっきと一緒でデッドアイかな多分、うん、って感じかな。まあ、かマークスマンかになるかなと思います。まあ当たりバックですけどね。やっぱりロメロが身長185でセンターバックで85の94の91と、うん、まあシャドウですね、使うなら2位上がればってとこで、あブロックはないけど予測プラのインターセプト強ヘッダーのスライダー、これさセンターバックせっかく来たのにこの絶妙なここのこことここつけたんですね。まあこういうのしてくんねやろなと思ったけど、できたらこことかね、まあここもう一個なんかジョッキとかなんかもう一個いい方についてほしかったな感はあるですね。まあでも弱いことはないと思いますね。ロメロなんか毎作ある程度できるイメージもあるし、ちょっと使ってみたいなと思うけど、実際今まあアカンジとかあの辺でも良くないとは正直思うかな。アップグレするまでの間は特にレースさリアクション積極性とか高いんで、まあその辺は使いやすいかもしれないですけど、うん、なんかもうちょっと化けてもよかったかなとは思う。でハフェルツはスキルムーブ4逆足5で普通で、まさかの LB できるハフェルツが来るともうエボっちゃいましたけど自分は。でペース94のシュート83のパス92のドリブル92のシュート91の体感89、まあ、シュート値低いですよね。今前線やってんねんからもうちょっと上げたらいいのにと思ったけど、まあでもここから2上がりできたら結構化けるですね。今でも十分強いのに2位測ったらさらにやばいなと思うけど、でアンカーかな、使うならフィジカル上げて上げて、サイバーならアンカーかな、真ん中だったら僕だったらフィニッシャーにしちゃうかもしれないですね。真ん中だったら攻撃シュート上げてドリブルもちょっと上げたいんで、やっぱハフェルツ重たいんですよね、ちょっとそこが気になるんで、はい。でプレスタがめちゃくちゃ優秀、高精度プラス、まあ、これ持ってるから中盤で使いたいですけどね、的確と。まあ多分2ボラとかディフェンスこんだけあったら中盤もできるし 4-3-2-1 の上げでもできるかなって感じなんで、でエアリアルあってファーストタッチあってロブタツもあると、うん、プレスターはめちゃくちゃ優秀だと思います。ディフェンスで使った時に守備の部分は気になるから、まあ、これはワンチャンサイドバックのやつはあの今回あのエボしたやつの方が強いんちゃうかなって感じですね。まあでもやっぱ中盤より前とか、まあサイドバックでもこっちの方が強いか、プレスタ守備の気にしないんだったら絶対こっちの方が強いかなと思うんで、まあこれは作成していいんちゃうかなと思う。120万だしやや長いで、まあ、これはめちゃくちゃ強いと思います。はい、僕は作成します。スキルムーブ5逆足5普通5-5できたね、キャム、ここから2位上がればまあまあまあって感じですね。この時期でっていう感じで見てもらえたらと思いますけど、で高精度プラはやっぱいいですね。これがどんだけ入る感かによるかな。鋭いパスと的確あって、華麗な身のこなしも最近あのクライフとかベースクライフ使ってて思うけど、華麗な身のこなしプラスは結構僕優秀だなと思ってるんで、ここは気になるのと、まあ、迅速あってテクニカルトリッカーシールドもあって、まあドリブルの使用感めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。5-5だし、まあ、これは期待できるんかな。ちょっと使ってみたいかなって感じですね。うん、使ってみたいけどどこかな。実際値段今どれぐらいなんだろう。14万なんで多分まあもっと下がるやろうなって感じですね。序盤で14万なんで、うん、使えるんじゃないかなって感じかな。でロフタスチークでこの選手結構期待しとったんですけど、 D 君の時から高い高いスキルムーブ4逆足5、おウィングバックもできるんや。ベースが87長いやんね。でシュート88でシュート力とかこういうポジション高いですね。でパスが92でショートパスはでも99あるんで、
十分ありますね。ドリブルも93あって、守備値が85。インターセプト低いにちょっと気になるけど、スタミナも低いも気になる。フィジカルあって。で、パスが全部持ってますね。すごいことになってますけど。で、パスカットプラスブルーザーと予測。まあ、これも中盤置いてたら結構うっとうしいんちゃうかなと思う。シールドと。ただ、スタミナないのと容赦なしがないので、まあ、持っても50、60分で交代かなって感じかな。でも、まあ、シャドウ使いでスプリントもカンストするし、結構中盤にいて鬱陶しい選手になるんちゃうから、身長190センチもあるんで、まあいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、これに高精度とか持ってたら文句なしだったけど、やっぱパス系を持ってるんで、パスと守備で違い出せるかなって感じですね。普通に強いと思います。しかも、安いんですよね。28万で使えるっていう。はい。ビセックで身長196の高いとで、かなり長いですね。お、足速い。え、これ強ない？え、普通に強ない？強いと思っちゃったんやけど。32はペース88でショートパスも99あってレストも93。これが S っぽいっすよね。お疲れ様です。 S っぽい能力やな。インターセプト87は気になるけど、フィジカル99で予測ないんだ。やっぱ外してくるよな、これ。ここがまず欲しかったかな。しかも、ビセク、ここ、エアリアルもあればもっと最高でしたけどね、プラスが。まあ、ブロック、ジョッキプラスは評価は高いですけどね。予測ないのがどこまでいけるかなと思うけど、まあ、正直、自分が今、キャンベルのエボ使ってるけど、まあ、なくていけてるんで、まあ、ビセクも普通にいけるんちゃうかなっていうのは、容赦なしプラスもあるから、これ、普通に強いと思う。ちょっと使ってみたい。まあ身長96あるから、ジョッキプラスあるんで、どこまで動かしやすいかにもよるけど、まあシャドウつければ普通にペースも高いし、守備位置も高いんで、十分強いかなと思います。はい。出た、ザハ。スキルムーゴ逆足音。LM と ST、右できたらよかったけどね。まあ2位上がったらって感があるかな。で、的確プラスと大胆と、まあ、瞬速プラスいいですね。スパサブ枠かなって感じです。はい。ちょっと省略させてもらいます。センターバックや。170はきついな、でも。あ、でも RB できると。シュート値低い。パス取りも低い。うん、ちょっときついかな。まあ、2上がりは期待できるやろうけど、的確あってインターセプト、ジョッキはめちゃくちゃいいですね。ちょっときついかなと思います。はい。いつも強いクラウスさんですね。4-4、どっちか5にしてほしかったな。高い高いで、まあ、右サイバーできて、ペース96のシュート80、パス87ですね。ドリブルが88で、能力値低いな。ペース以外低ない。S の割に。まあ、ここが2上がれば、まあ、あれだけど、ちょっと低いな。でプレスタは優秀と、俊足持ってて容赦なしあるし、ブロックプラスのインターセプト予測、これ守備は優秀ちゃうかな。結構いいとこつけてきたね。これセンターバックでつけてほしいようなプレスタになってるけど、で鋭いパス持ってるのもいいっすね。めちゃくちゃいい、うん、これも普通に強いなとは思うけど、多分そこまで高くなさそう。やっぱ20万、初動で20万なんで安いですね。はい。でラフィーニャ、スキルムーブ逆足音、高い高いと。ペース97のシュート、シュート低いっすね。シュート87、パス90、ちょうどドリブル92、体感84。まあ、2位上がれば、ペースもほぼカンストするんで、いいかなっていうのと、まあ、デッドアイか、フィニッシャーかな。これもフィニッシャーで、ドリブル値も結構いい数値いくから、フィニッシャーでいいかなと思います。プレスタは、チップシュート以外は優秀かな。容赦なしかトリッカープラスが良かったかなと思うけど、テクニカープラスの瞬速持ってるんで、まあ、この選手も普通に強いですね。やっぱ100万近いし、ちょっと気になる選手かなと思います。ドリブル使用感とか気になりますね。マクシマン55、高い普通となってて、 LM、 あ、これ右できてほしかったな。ペース98か、ドリブル95。まあ、2位上がってほしいかな、これも。でも、デッドアイかマックスマンでいいと思います。はい。ドブタツ持ってるのはでかいんですよね。前線で、まあ、使う人いると思うんですけど、ダイレフラス
がやっぱドブタツ持ってるとしやすいし、プラス持ってればさらにしやすくなるんで、まあまあありかなっていうところで、まあ、90万回も出て企画あって、まあ、瞬足プラスもいいですね。でファーストタッチプラスもいい。だプレスターはめちゃくちゃいいとこついてくれてるなと思います。でトリッカーって華麗な身のこなしのテクニカルの容赦なしと、あの SBC で来てたマクシマンが結構強かったんで、僕的にはこの選手めちゃくちゃ気になってます。はい、普通に使ってみたいって感じですね。強いやろうなと思ってます。4号で、まあ、能力は十分高いな。あ、高精度と強襲といい。あ、これ2個しかないんや。ここは僕は使わないかなって感じですね。もうちょっとしんどいんじゃないかなって。ここから2個持ちか4-4 で、まあ、正直ここも、まあ、鋭いパスと予測プラはいいけど、ちょっと他が今強いんでコスパ枠かなって感じですね。LB 4-4 で高い高い。で2位上がればまあまあぼちぼちって感じか。違うかな。ミリーの4-4で、身長189で CM キャンもシャドウつけてあげたいから、でも2位上がればまあまあ悪くない能力で、これが結構プレスタは優秀なんですよ。もう1個つけとってくれてもよかったけど、高精度プラスあっての鋭いパスなんで、まあ中盤からやっぱ高精度狙えるのはでかいの、鋭いパスもあるし、予測もあってエアリアもあって容赦なし、ドブタツ敵高はうんいいかなと思うけどな。普通に強そうかなと思います。まあ、スタミナ持たないやろうけど、ちょっと気になる枠かな。コスパはこれですけどね、3万なんで、はい。センターバックいつも足が速い選手ですね。シャドウかな使うなら。控えめが気になるけど、アンカーかそれだったら。でもインターセプトプラスあって、スライダーがあって、エアリアルの容赦なしと。予測あればもっと最高だったけど、まあ悪くはないけど、控えめやからスパサブにしてはきついと思うんで、多分アンカーにして長いで使ってあげるのがいいのかなとは思いますね。うん、ただちょっときつそうな感じもする。ソボスライが186の44、どっちか5にしてほしかった。まあ2上がりしたらペースからドリブルは結構数値高いんで、後半2上がりしてれば結構強そうには見えますね。でプレスタが、あ、セッタープラスはいいね。テクニカルプラスあって、トリベラとインターセプトもあるのも高い。ドブタツ高精度、高精度プラスやったら俺使ったかもこれ。ちょっと前線なんで、どうしても、お疲れ様です。守備値が低いから前線になっちゃうんで、ちょっと物足りないんですよね。ソボスライエボの時もそうだけど、あの中盤できるような感じだったらありなんですけど、きついかなっていう気はする。ここからは多分2上がりしてももう S って考えたらちょっときついかなって感じかな。プレスタは優秀ですけどね。ダメンディとかもいつも強いけど、プレスタは優秀だけど、きついかな。もうこれもめちゃくちゃ優秀ですけどね。これだったら今来てる SBC とかでミーヤンってなるから、もうレアオンに見えすぎてやばいなこの選手。おお、結構いいプレスタイル。もう多分この辺はもうこの時期にしてはきついと思う、正直。うん、さっき前の選手は強すぎる。これも強いと思うけど、プレスタが、うん、能力ちょっときついかな。なんかまあ気に、まあ、この辺気になるけど、マクシマンとかクラウスもちょっと気になるし、モドリッチはもちろん、ロフトスチークも気になるな。まあ、結構気になる選手多いんで使っていきたいですけどね、当てて、まあ、この後パック開封していきたいと。今ですね、一応転売情報として、まあ、ディスコードの方も運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、Discord の招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そ
そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後僕の、X にまた DM していただけたら、そこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これ、まあ、ざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあ、こういうのを上げてますよっていう感じのです。まあ、その日各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ、SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ、自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ、自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいているので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあ、だから転売情報だけ欲しいっていう方は、こっちだけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方は、こっちは通帳付とかに分けるように、まあ、二つに分けてて、まあ、こっちであれば、例えば、まあ、プレイの質問であったりも OK ですし、まあ、スカットの共有とかですね、スカット相談とか、あと、まあ、雑談も含めて、まあ、あとご質問は、まあ、市場転売とか、転売以外っていうのが、まあ、先ほど言ったプレイとかになってきます。まあ、こういうのもやってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね、まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、お答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。